中国経済は不況に陥っており、全国で大量の店舗が閉店や譲渡を余儀なくされています。中国当局も安定を維持するための対策を強化しています。三島少林寺事では、店舗の貸し出しや譲渡を行う際には、都市管理部門への登録が義務付けられています。また、同市の蘭山区にある警察交番の電子掲示板には、千区という文字が大きく表示されています。 これは、経済不況によよる社会のの混乱を防ぐためのようです。山東省の男性市民、李さんは記者に対して、最近、同省の林毅市を訪れた際、都市中心部周辺の多くの沿道の商店が、賃貸や譲渡を行っているのを目撃したと語りました。沿道の譲渡店舗が増えており、市民が非常に困窮しているのがわかる。 コロナの流行時期にも多くの店舗が譲渡されていたが今ほど多くはなかった目立っていたのは店舗賃貸や譲渡のどの告示にも総合行政執法局完成と書かれておりカラー統一されたフォーマットで印刷されていますこれは店舗所有者が都市管理部門から譲渡許可を取得し公式に印刷された通知書を店舗の入り口に掲示する必要があることを示していますまた 林岸公安局、團山文局、大西広場警察交番では、電子掲示板に、團山戦区という文字が大きく表示されています。中国の公式メディアである新華社通信の記事によると、戦時状態という表現は、軍事用語を借用しており、特に深刻で緊急性が高く、高度な動員と大規模な組織が、必要な事態にのみ、使用されるべきだと述べています。 コロナのパンデミック対策において、戦時状態という表現を使用することは可能ですが、各地が随意に戦時状態を宣言はできません。李さんは、現在、林義市の監視カメラの密度が非常に高く、普通の電柱に5、6台のカメラが取り付けられ、複数の方向を向いていると述べました。これは交通違反を撮影する通常のカメラではありません。交差点にはコンテナ型の警備所も、 増設されていますこのような戦時状態は景気後退後の安定維持に関係している可能性が高いと彼が分析しました李さんは経済の衰退が非常に明らかになっている一部の地域では30軒もの店舗が譲渡されています飲食店デジタルサービス教育機関ホテルクリニッククラブなどがあります これらの店舗の周辺には物流センター、農産物市場、学校などがあり、いずれも人通りが多い場所だと語りました。彼はまた、政府機関も補助職員の削減を始めており、約10人中3人が削減されていると述べました。裁判所も例外ではありません。補助職員とは、一般的にアウトソーシング会社のスタッフのことで、様々な設備のメンテナンスなどに従事しているスタッフです。 山西省の男性市民張さんは多くの店舗が閉店していると述べました例えば大原市最大の繁華街である流行地区ではコロナ禍で通りの両側の店舗が大量に閉店しており経済は深刻に衰退しています彼の住むコミュニティのラーメン屋も最近閉店し大きな南京錠がかけられました流行の開始編は 体原中心の繁華街です彼は「開始編東町はコロナのパンデミック前には非常ににぎやかで衣料品店が多く顧客が多いためしばしば交通渋滞が発生していた現在すべての店が閉店したこれはコロナのパンデミック後の経済不振が原因だ」と語りました張さんが提供した動画には「開始編東町」が閑散としており 歩行者がが少ないい様子が映っています多くの店舗のシャッターが閉まっており、開いている店はわずか数軒です。山東省の王さんは卸売業に従事しており、川上のサプライヤーと川下の商人をつないでいます。彼は大紀元時報の記者に対し、大型卸売市場では、スナック菓子や家庭用品に関係なく、卸売業が厳しい状況にあり、 業者はさまざまな方法で内部管理を強化し、新技術を導入して販売利益を向上させようとしていると語りました。彼は例として、ある卸売業者が以前は1200社の小売顧客を持っていましたが、ここ数年間で900社以上の顧客が仕入れを停止し、川上の仕入れ先もここ3年間で十数社が倒産したと述べました。今年のの旧正月明けの時期は 比較的忙しかったが、4月になると状況が悪化した。多くの企業は内部管理を強化し、従業員に川下の顧客との接触頻度を増やすよう促している。大型卸売市場では冷凍食品以外のビジネスは、すべて利益を上げるのが難しいと王さんは言います。王さんは、日用化学製品を扱う中間業者が、川上の商品の多くが新しく生産されたものではなく、 膨大な商品の滞留がある一方川下の顧客は新しい商品を求めておりこの状況が中間業者にとって難題となっています中国のオンラインマーケットプレイス運営会社道場58のサイトでは毎日大量の店舗譲渡情報が掲載されています南京市新和区高架橋路のある店舗は譲渡情報のタイトルに直接 次のように書かれています。もう持ちこたえられない故郷に帰って農作業を手伝う沿道の店舗を低価格で譲渡するが業種は問わない。あるネットユーザーはこの時代に誰が起業するのか私のような強い男でも単品したい。社会全体的な景気が悪くお金を稼げない。私は故郷で一年以上観察したが飲食店を開く勇気がなかったのだ。 町中の歩行者の数は、回転している人の数よりも少ないからだと投稿しました。河北省のあるネットユーザーは、コロナのパンデミック以降、一般市民がお金を稼ぐのが、そう簡単ではないと分かり、無駄遣いをしないようになったと述べています。特に飲食業界では、外から見ると食事をする人が多いように見えますが、実際には多くの飲食店がかろうじて生計を立てており、 多くは損失を抱えています大量のお金が飲食店に投資されているため中途でやめることができず苦しみながらも続けている人が多いです広東省のあるコンビニエンスストアのオーナーは最近投稿した動画で今年は本当に多くの店舗が譲渡されていると述べましたブランド店スナック菓子店自営店などが全て譲渡されています人が少ないからです 本当に消費者がいないからです。彼は現在、消費の縮小が顕著だと考えています。ほとんどの人が会話の中で、必要なものは買うけど、必要でないものは買わないと言っている。子供や家庭の支出を除いて、必要な支出以外は、基本的に他のものを買わない。人々は、店を開くことは、仕事に行くよりも良いとよく言いますが、このオーナーは、 新規参入者が店を開くことはもちろんのこと経験者でも店を開くのは非常に難しいと感じている店を開く前にまず家賃と人件費を考慮することを勧めるコストが高い場合維持するのは難しく家賃が低ければなんとか持ちこたえられるかもしれない」と述べました